ウイスドバサカの道です。日焼けしましたね。ちょっと黒いですよね。この前ね、職人になりましたって動画を上げたと思うんですけど、今ね、雇用契約は結んでない状態なんですよ。で、お試しの体験入社という形で給料は発生しないんですけど、それを何日か行って、その後にアルバイト契約を結ぶみたいな流れなんですけど、で今体験中なんですよ。体験行って思ったのが、通勤時間っていうのは大事だなっていうのと、不安定は不安定なんですよね。だからシフト自由って言っても天気の状態で左右されるんで、その日入れなかったりとか、個人事業主になるんですよ。例えば8000円もらったら、そっから交通費払って、年金と保険と税金払ってってやってくんでね、結構それもきついのかなと思って、給料のね、発生してない間に次どうするかっていうのをね、決めないといけないんで、向こうが提示したとしたら週1ぐらいでとりあえず続けてみたらっていう感じで、週1で続けながら就職して両立していくか、今出前館の方がね、最近調子いいんで1日7000ぐらいにはなるんですよ。それをしながら合間合間に今のバイトするか、他探してその仕事一本でやるかっていうので悩んでますね。次の仕事の候補として探してるのがビルメンテナンスのね、仕事を探してまして、なかなかね、全部の条件が揃うところはないんで、どっかで妥協しないといけないんですけど、しっかり考えて応募しないといけないなと思いましたね。未来がね、絶望的ですよね。選ぶスペックもないんですよ。まあ、30歳で、ね、スキルもないし職歴もないんでね、選んでる場合じゃないんですけどね、こっからどうしようかなっていう悩みですね。アルバイト契約に移行してからも特にね、別にそこから社員とかはないんですよ。アルバイト契約でずっと続けていく感じ。この業界は下積みに耐えて独立して、そこからまあ一気にガーって稼ぐっていう感じだと思うんで、その辺のね、気合も持ち合わせてないとしんどくなるしっていうのでね、どうなのかなと思っているところですね。かといってね、正社員でずっと60歳まで働けるのかって言ったら、その自信もないし、今のうちにね、転職つけて独立しちゃった方がいいのかなって気もするし、まあ、とりあえず出前感がねあるんで、食いっぱぐれることはないんですけどね。出前感でね、なんかどんどんね、昇級していったら一番いいのになって思うんですけど、まあそんな世の中甘くないですからね。ポンコツなりに何とかしますよ。何かしらこれで食っていくぞっていう仕事にありつくだけです。まあ頑張ります。ウィス、バイバイ。